お車研究所カードックサービスカメラ担当伊尾明とテレビジョンのよろしくお願いします。さあというわけで来ました2月のそうです、ボーナス動画いいですね、ランキングせっかくなんで前回の発表を私2月の生産登録台数第2位ですね。第2位はタントでございます。矢野さんもタントでございます。2人ともタントという形ですね。今回いろいろ学習しましてですね、今回2位はタントだろうということで固いので2人で話し合ってちょっと台数をちょっと変えてお互いですね、チームプレーそう、チームプレーで協力してやっていこうと。いいですね。ということで今もうワクワクしております。奥さん、矢野さんともに1万3000台と。そうですね。あとコメントいただいてたタントカスタムさんもタント1万3723台なんで、皆さん3人とも今1万3000が。そうですね、でもいい感じに刻んでますね。当たったら呼んでプレゼント。まず第12位を4109台日産を正解でございます。さくらでございます。冴えてるよ今日。いいですね。さくらはね今ちょっと動画で実験してる最中なんですけれども、めっちゃいいです。やはり売れる理由も分かります。これもっと来ると思います、これからね。身長が良くなったらそうね。次行きましょう。第11位が4196台4000台ですね。ホンダ L ワゴンでございます。おお、 L ワゴンここにございますね。ホンダの L ワゴンね、いいよね、かわいいかわいい、いい感じ。次行きましょう。第10位が5153台ダイハツミラでございます。おお、ミラいいっすか。あるとは違いますね。あれでも待って、そんな低かったっけ。あ、でもそれぐらいか。だって10位でしょ。そうですね。そうよ、さすが。ということはもう第9位は5611台で皆さん何ですか、高い。今日確かにそうですよ。だしなんかちょっとアルトの方がね、このミラとアルトの戦いはアルトの方が勝ってるんじゃないですか。ハスラーさんです。そうなんです。いつもミラアルトが接戦だったんですけれども、今回ハスラーはですね前月比 78% でかなり落ちてますね。落ちたんだ。その絡みで第9位がハスラーだったんですね。そういう月もあるよね、ハスラー。大丈夫です。そして第8位が6065台。お、これはもういったんです。そうですね。ダイハツカストでございます。カストで、だからハスラーより売れたというか、ハスラーが下がったというか、そうですね。感じですかね。そのタフトは先月4700台だったんで、先々月か。売れたんですね。前月比 126% なんで結構盛り返してきてる感じですね。でタフトが来て、もちろん第7位、6475台、お待たせいたしました、鈴木アルトでございました。いいと思います。これもどんどんかわいいね。前月比 118% なので頑張ってます。頑張ってますね。素晴らしい。次第9位ですかね。違うよ。お、分かった。数えてた。じゃあ問題です。今何位を発表しますか。なんていうの。さくら行って、N ワゴン行って。さあ続いて第6位がですね、7299台。鈴木ワゴン R でございます。ちょっとコソコソされてる。ね、スマイルとスマイルいいと思う。いいですよ。ですね。そして第5位9140台、出てきてないやつありますよね。日産。お、日産。正解、ルークスでございます。ルークスいいもんね。ルークスもいいですね。でも今確か販売一旦止まってませんでしたっけ？なんかデイズだけだっけ？出てるの？出てるね。なんか前なんか担当の方にね、今ちょっとデイズぐらいしか今ちょっと受注してないですみたいな言われたんですけど。今ちなみにルークスも前月比111%。114%なのでかなり売れましたね。素晴らしい、いい車ですから。はいね。じゃあ第4位いきましょうか。4位先に言っときましょうかね。第4位からですね、前月比全て100切ってます。前月比でいったら第4位 96%、 第3位 98%、 そして第2位 88%、第1位 99% なんで、はい、今回第2位を当てるお車、ね、クイズなんですけども、第2位が一番ではないですけど 88% でかなり落ちてますね。やば、はい、これもう終わったかもしれない間に合わなかったとかそういう感じなんですかね。そうですね、いろんなあれがあるかもしれないですね。いや、僕思ったんですよ、今2月登録だから、はい、なんか3月ね、まあなんとも言えないですけどね、部品が入らないとかいろいろ言われてますからね。はい、それでいったら全般的に見た時、第12位のさくらが 97.5% 前月比、そしてハスラが 78%、はい、と上位4台が100割ってますね。逆にそれ以外全部100超えてるので、ガフトなんて 126% ってめっちゃ売れてるので、他の車種が持ち返したみたいなところもあるのかもしれないんですけれども、そんな中第4位、9790円、はい、切ってますね。これ鈴木スペシャルでございます。マジっすか。もっと売れることだよこれ。前月10189でしたけども、今回9790で1万切っております。ギアとね、スペーシアカスタム。そうなんだ。そうなんですよ。そして第3位1万41台、ダイハツムーブでございます。今頑張ってる感じですね。そうですね、はい、ああって言ってましたね。見ましたよ、僕も。なるほど。もうそろそろ。で、はい。先に第1位いきましょうかね。はい、第1位もう。はい。第2位言っちゃうと、もうみんなね、気抜けちゃうので。はい。これです、これ。そう。第1位。19652台で、ホンダ L ボックスでございます。おー、L ボックス。19000。ちょっと僕たち1万3000とかにしましたよね。そうですね、1万3000しますね。いや、もう担当2位だろうって勝手に思ってますけど、間違いない。もう担当しか出てきて、あ、担当が出てきてないので、そうですよね。第2位はもう担当で間違いないとは思うんですけれども、2位は当たった。そうですね、来ました。はい。第2位、はい。車種メーカーで来ました。はい。ダイハツ担当でございます。ここまでが、そうですね、はい。ここまではの方から大事な台数いきましょうか。そうです、大事な台数ね。台数が1万はいってるでしょう。1万クリアなかった4330台が先月で、でそっからやっぱり前月比割ってますので、取り下がりで確かに計算したんですよね。はい、いきましょう。2月の販売台数担当1万2743台でした。はい、そうです。下がってもなんかちょっとだろうと思ったんですけど、まあ結構思ったより下がりましたね。そうですね、88%だ、88.9 なんで下がってますね。いやー、これ3月分からんくなったな。そんなわけで今回新型担当プレゼントなりませんでした。悔しいね。ちょっとカスタムさんも同じく1万3000台なんでプレゼントなりませんでした。悔しい。してたんだけどな。そうなんですよ。レーザーブルーにしてとかね。あ、よく見てください。僕多分もう色も間違えてるもん。レザー本当ですね。確かに。でもレーザーだからね。そうですね。もし仮にこれで当たってたとしても、そういう色ないから全くそれでできませんね。そうですよね。それなら諦めが強い。さあ、というわけでじゃあ行きましょうか。2023年3月の第3位の車をそしたら考えて予想で形で、はい、うん、でもこれぐらいにしとこう。はい、第3位はムーブシリーズですね。はい、ムーブシリーズで私欲しいのはキャンバスのセオリーのレーザーブルーです。今回はレーザーブルーって書いてありますね。ちゃんと、はい。で台数が12532台。お、いいですね。はい、いいとこいきますね。ちょっとこれでいこうかな。そんな中矢野ちゃんは今回そしてずらして11431台。おお、大丈夫ですかね。ムーブカスタム黒ですので、当たった時にムーブカスタム黒をプレゼントしますね。はい、黒というのはないですというオチになるんでしょうね。あれ増やしたんですね。結局12431台で当たってほしいです。皆さんもぜひコメントでぜひですね予想を入れていただいて、そうですね、ぜひまた参加していただければと思いますので、今回の動画いかがだったでしょうか。またしても外れてしまいましたが、めげずに頑張っていきたいと思いますので、この動画が面白かったらチャンネル登録、いいねと思ったら高評価とグッドボタンとコメントよろしくお願いします。では次は普通車編でお会いしましょう。